竹久夢二、春菜山符。春菜富士と春の女神竿姫が描かれ、右上には、久方の光と耐えてによなり、春菜の湖に、春たちに、蹴りと読まれている。竹久夢二、春菜の雪、竹久夢二、竹田姫。秋の女神、竹田姫を描いた、この作品は、春の女神を描いた、春菜山符とタイになる作品と言われ、夢二は、 手放そうとせず、春名山美術研究所完成の暁にはそこに飾りたいといった作品。春名山美術研究所は、大正時代の画家、竹久夢二が、群馬県にある春名湖の湖畔に設立しようとした施設である。実際には計画は実現しなかった。実際に完成していないため、正式名称はない。一般に、産業美術研究所、 春名美術研究所、春名山産業美術研究所などと通称されている。夢二自身による夢二外勇記では、春名山美術学校と表現されている。竹久夢二は、明治時代の終わりから大正時代にかけて美人画を描いて人気となり、大正ロマンの代表人物として、画壇の長寿となった人物である。 その成功のきっかけは、1905年に雑誌、中学世界史上で作品が入選したことに発する。1911年に、イカホ町の12歳の少女から、イカホで、夢にを見かけたとのファンレターが届いた。夢児は、イカホへは行ったことがなく、その存在も知らなかったが、イカホとやらでお会いになったのは私ではありません。などと返事を送った。 その後、夢二は1919 19年に伊香保温泉を訪れて、以来、たびたび足を運んでは登留するようになった。その頃の竹久夢二は人気の絶頂期にあったが、大正時代の末期から昭和初期に移る頃に急速に人気を失った。それまでの公共期から不況期に入ったことも、 縁因とされるが、夢二自身の複数の女性との関係を報じられた、秋分の影響も大きかったとされている。落ち目になった夢二は、経済的にも困窮するようになっていった。1930年頃、夢二は、イカホ温泉に1ヶ月の超滞在をした。その頃、夢二は、春名湖のあぜにアトリエを設け、代表作の一つとされる、春名山府を制作した。 春名山筆では、春名山を背景に、春の女神竿姫が描かれている。その画山には、久方の光と大手によなり、春名の湖に、春たちに、蹴りと春名子を読んであった。この時、竹久夢二は、春名湖藩に施設を設け、そこで陰性しようとしていたらしい。夢二によれば、当時の日本社会における商業主義の拡大は、 俗悪で粗悪な品によって各地の伝統的な美術工芸を駆逐するものだった。夢二はそうした俗世からは完全に切り離された環境を創設し生活と美術が一致する場所を作ろうとしたのだという。後世の批評家たちはスキャンダルですっかり人気を落とした夢二が世間から豚腺して隠居する場所を欲しがっていたのだろうと分析している。 すでに経済的に行き詰まっていた夢路には、この構想を自力で実現する視力はなかった。春名古藩の土地は、高崎市の実業家五代、桜井平が提供した。島崎東村、藤島武次、森口岳寺、也、篠原秀吉といった文化人、経済人たちの賛同を得て、美術研究所の設立宣言を公表し、あわや乗り子主演のパーティーを企画して、 資金集めを行った。このパーティーは、群馬県内の主要都市各所で行われ、ある程度の資金が集まったらしい。しかし間もなく、夢二は海外視察に行くと言って、アメリカ、ヨーロッパに渡り、その途上で資金を使い切ってしまった。旅行中に病を患った夢二は、帰国後まもなく病没してしまい、 春名湖藩の美術研究所は実現しないまま終わった。伊カホ温泉には1981年、竹久夢二伊カホ記念館が開設された。春名湖では1989年に整備された湖藩の宿記念公園の中に、夢二のアトリエを再現した展示を行っている。AB 高崎市役所 HP、春名歴史民俗資料館。 常設展示、竹久夢二コーナー、2017年8月16日、閲覧。ABCDEFG、なるほど、春永く、P147 から161、春名山、いかほと、文学、芸術公益財団法人、竹久夢二伊カホ記念館、竹久夢二とは、2017年8月19日、閲覧。 群馬県百科事典 P589 から590、竹久夢二ハット ABCDEF、カラーブックス竹久夢二、P145 から149、春名山、グッケルブックス版、2017年8月16日、閲覧。カラーブックス竹久夢二、P79、春名山府、グッケルブックス版、2017年8月17日、閲覧。 ありがとうございます。